上野銃は正真正銘の西部開拓時代に製造されたシャープスカービン。いつ頃日本に入ってきたのか調べてみたら、戊辰戦争1868年明治元年の時に使用された模様、刀剣ワールド。その他の銃については全くわからない。画質が悪くて残念。